こんにちは、レイブン前橋の大輝です。田中ジーです。キッチです。国産です。ミイラから長靴が入荷しました。はい、はい、おはようございます。発送していきます。発送でいいじゃないですか。よろしく。3方入荷したんでね。はい、そして3本撮りの3本目です。はい、3本目です、うん、大輝好きです。これ大好きな、もうね、一押しの、もう喋りたくてしょうがなかったんで、あの3本目にしました。はい、尺が長くなりすぎちゃうかなと思って。はい、うん、じゃあいきます。お願いします。1、大正時代に創業した老舗メーカーの長靴にレミーラのプリントと収納袋をプラスしたので機能性、見た目ともに抜群。2、サイズは1センチ刻みなのでハーフサイズの人はインソールを入れて調整が必要かも。うん、なるほど。うん、この 2個やっていきたいと思います。はい、まずこの1、大正時代に創業したっていうやつですね。うん、ミツウマっていう北海道のブランドだったかな。お、馬のマークですね。そのまんま馬が3つ、はい、馬が3つで三つ馬。お、うん、大正って、大正で、大正、え、大正、昭和、平成、うん、令和、うん、もうどんだけ前なんだろう。40代これ40代、三つ馬、三つ馬だ。40代ね、やってるからすごい機能もあるんですよ。おお、なるほど。うん、あれ、それ今4でしょ。令和になったでしょ。4になるんじゃないかな。四つ馬それ関係ないか。四つ馬その三つ馬のベースにこのプリントと収納袋。おで、収納袋入った状態か、入った状態か、こんな感じで入った状態でお届けします。これもいいね。布化繊、これナイロンって言ってました、うん、ね、この袋いいっすね。いい、そうね、アウトドアに使えちゃうような、濡れ物入れたりね。あ、確かに。すごい欲しいっす、いっぱいね、袋だけ、これだけ、ね、でも使える。うん、これ2足買ったから。あれないんじゃない。でしょ、機能ですね。はい、機能三つ馬なんでね、結構あるんですよ。お、まず収納性、これがまあこれに収まるっていうやつなんですけど、もうこのこうふにふに柔らかいから、うん、くるくるっつって巻けるんですね。巻いた状態で2足まとめていいと、うん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 、できちゃうよ。おお、コンパクト、だいぶコンパクト、すごい、ね、すごい。車とかにね、入れてもらったりとか、ですね、玄関ですか、玄関のところの収納にスッと入れてたりとか、あ、靴箱みたいなところ、うん、あ、しやすいですね。しやすいですね。収納性抜群。収納性抜群で、洗いやすいんです。お、どういうことでしょう。これが、お、あの内側が、うん、このナイロンメッシュ、ナイロンのメッシュ、乾きやすいメッシュが裏地としてついてて、はい、で内側も、うん、一応インソールとして偉いのが、ね、入ってる。あ、ついてるね。うん、まあ、気になる人はこれ抜いて買った方がいいのかな。うん、まあ、でも気にしない人はこのまんま、うん、あの水でジャブジャブ洗えちゃう。うん、この中も泥入っちゃってもジャーって水入れて、うん、こうやってバーってやって、うん、あとは逆さにして干して、なるほどね、逆さにしてね、干すと、はい、でね、このソールもね、お、ここの溝が浅いんですよ。お、ため、そう、これね、結構ね、大事で、なんでかっつうと、ここにさ、泥入ってきちゃうでしょ。うん、入るね。そう、うん、あれ、たわしでやっても落ちない。落ちるんですよ、落ちる、深くてね、届かない、歯が。これもう、速攻で落ちるでしょ。落ちるね、落ちやすい、これ絶対。そういうことか。そう、アウトソールも洗いやすい。なるほど。丸洗い可能な、清潔なやつです。おー、そして、ございます、ヒールカウンター。ヒールカウンター、ヒールカウンターっていうのがここにこうついてる、はい、この部分、はい、これがね、はい、いい仕事します。はい、実演します。お、このね、もう手を使わずに脱げると。なんですって。右足で左のヒールカウンターを踏んで、お、ちょっとこう出すでしょ。はい、でその状態で左足で右足のカウンターを踏むでしょ。お、両方踏む。それをこうやっていくとスポット、便利、脱げました。じゃーん。
まあ、やっぱ、ね、うん、まあ、これ綺麗だったらいいんだけど、ね、泥だらけになった時にやっぱ手汚したくないとか、うん、あとかがむと腰が痛いとか、うん、便利便利だよね、土いじりするもんね、するから、うん、すごい便利、これは助かります、うん、これはおかげですね、すごいねこれ、はい、あれつくん、岸くん、これセミワンタッチ、あー、アイゼン、アイゼンか、そうっすね、これでプリンって取れちゃうね、取れちゃうかね、やっぱね、ちょっと取っちゃう、ちょっとそこはね、脱ぐ用で、はい、まあ、アイゼン用じゃない、アイゼン用で、薄くフラットなソール、はい、薄々、これソールが薄くてフラットなんでしょ、フラット結構長靴だとヒールが高くなって、ああ多い多い、そうだね、フラットだから、うん、なんかこう引っかかりにくかったりとか、ああそうだね、車の運転もしやすかったりしやすい、すごいいい、おじいちゃんにもいいね、確かにねえ、うん、かかとが引っかかって危ないもんね運転、うん、これならバッチリ、そして最後が付属ベルト、ベルトがついた、なんかついちゃって、なんでしってこれね、はい、袋の中にベルトが2本入ってます、こうやってで、これがゴミじゃないので捨てないでください、はい、ゴミじゃない、これはゴミだと思っちゃうね、思っちゃう、まあ、使わない人は使わないかもしれないんですけど、これがあることによって、まあ、こうやってね、ちょっとやりますね、はい、こうやって、うん、こうやると、お簡単、そう、これ何かっていうと、はい、このね、かかとが浮いちゃう場合、はい、まあ、サイズちょっと緩めで買ってたりとかする場合、ぬかるみに入ったりとかすると、ぬかるみね、なかなかね、なかなかないそうするとさ、かかとが浮いちゃうの、でそのままスポッて、はいはい、長靴だけ脱げちゃうの、なるほど、長靴はこう置いてきちゃうっていうのね、そう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 、あ、はい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 、そうならない、ならない、おお、これちょっとこう、どんな感じ、ちょっと締まる感じ、なんかね、ちゃんとしてるおちゃんとしてるって、やってみたいから余計、うん、やってみて、あ、そう、なんかね、このかかとが、うん、こう浮くんだけど、うん、そっから上に行かなくなるというか、こういう感じだね、うん、これもいいの、はい、OK、はい、あ、どう、あ、なんかちょっとこう締まる感じ、ちょっとね、うん、締まるから上がりにくいかもな、うん、うん、ちょっと、だからきつすぎるって感じじゃないけどね、うん、うん、ちょっと締まりますね、なんかこんなようなのがね、うん、ちょっとついてます、お、付属として、はい、これも昔ながらの知恵なのかな、お、昔、まあ、これで実際こうやって、こうやって止めとく、あ、そうだね、うん、そう、でもそういうやつなのかなと思ってた、うん、そうだね、こういうふうに、あとはね、三つ馬で普通に買うとこの状態で箱に入って、あ、来るんですけど、袋ないもんね、うん、うん、まあ、こうやって使ってもいいし、取っといてもらえば、はい、キュッと補強してもらえる、なるほど、そうです、また雰囲気のいいゴムですね、これもザゴムって感じ、あ、じゃあ2です、サイズは1センチ刻みなのでハーフサイズの人はインソールを入れて調整が必要かも、うん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 、サイズが点5がないです、はい、点5はない、1センチ刻み、1センチ刻み、おサイズ感もちょっと悩むかもしれないな、ちっちゃくないよね、ちっちゃくない、俺って普段、アース 28.5 とか結構入ってて28で、うん、割と普通に、うんうん、いける、いけちゃう、うん、大君はサイズは俺が足の長さが 26.3、うん、で足の幅そんな広くないんですよ、甲の厚さもそんな、うんうんうん、っていうやつで、普段アースだと 26.5 だと、うん、はい、ジャストすぎちゃう、あ、ジャストなんだ、から27を履くんですよ、で27を履いたところ、あ、27、うん、まあ、今27なんですけど、お、ちょっと緩いです、お、うん、ただこれだから用途によって選んだ方がいいのかなと思って、あ、こうなんだ、脱ぎ履きする場合と、あ、はいはいはい、あともう一日中作業とか遊びにとかで出てる場合とで、なるほど、そう、サイズ変えてみても、で俺ね、うん、2足買ったんですよ、おっゲットしましたね、はい、それまさかサイズ違い、サイズ違い、おマジで、そうだから緑は27にしました、おお、で それはなぜ、これはあの、
家の外で土いじりすると、うん、草抜いたり、うん、あと園芸もね最近ちょっとやってるんでしょ、園芸をね、うんうん、カーメン君見てるんですけどカーメン君見てるよって方、ブトワーで、はい、園芸するじゃない、うん、そんな丸一日外いるわけでもないし、うん、歩き回るわけでもないから、うん、脱ぎ履きしやすい方がいいんでしょ、だから27で、もう一足こっちのクロップ、はい、これ26を買いました。26、小さいサイズダウンだ、そう、はい、これは結構ぴったりなんですよ、ぴったりめ、はい、だから脱げにくい、うん、脱ぎ履きそんなしなくてもいい時はこっちの方がいいかなと思って、うん、これの用途としては、うん、土壌取りですね、土壌取りですねなるほど、土壌取り、そう、土壌取りに行ったりとか、はい、山の中行ったりとか、はいはい、まあ、山俺あんまそんなに行かないけど、まあでもあれってことは、あのこう脱げない方を重視したっていうか、うん、そう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 、フィット感、ああフィット感、うん、なるほど、フィールドでこう脱げたら嫌じゃないよ、ね、確かにストレスですね、脱げちゃうっていうのはね、うん、ああキッチャーのサイズ、サイズこれ26で、俺も26を買ったんですけど、うん、もうちょっと普通のアースだったら26入ってて、これも26にしてみたところちょいゆるだけど、まあ土壌取りだったらどうだろうな、うん、下げてもいいかな、確かに、うん、でもまあ26でちょうどこうきつすぎずゆるすぎずな、うん、このサイズ感選んじゃおうかな、うんうん、そうだね、山菜取り行く時にもこのサイズでいけるかなと、うん、山菜いいですね、はい、山菜の時期です、まあ言っても長靴だから、うん、そうですね、そんなにビタビタにフィット感大事とかでもない、うん、うん、そうね、うん、脱ぎ履きしやすい方がいい人は、うん、はまあ通常サイズっていうのがいつも履いてる靴のサイズを選んでいただけたらいいのかな、うん、はい、うん、ね、そうだからハーフサイズ、うん、これが、あ、そうね、そうハーフサイズなんで、うん、やっぱねそのまんま履いてると、うん、一応中敷き入ってるんだけど薄いから、うんうん、それをねこうもう一個中敷きを入れて、うんうん、ちょっとね中の溶石を圧迫させて、うん、あ、はいはい、かさ上げだね、そうかさ上げして、うん、またフィット感をちょっと良くしたりとか、はいはいはい、でこれねあのねもう一個ね利点があるんですよ、熱いね、熱いはい、こう長靴、うん、糖質しないんですよ、蒸れを逃がさないから、うんうんうん、これねあの汗とか、はい、あとは気温差温度差で結露したりとか、うんうんうん、はい、で中が濡れちゃったりするらしいんですよ、うん、長時間置くと、はいはいはい、でも中敷きを入れとくと、うんうん、吸ってくれる、なるほど、じゃあ中敷き入れた方がちょっと汗拭きづらいんだね、うん、だからちょっと買ってみたけど緩いよって人は中敷きをね、まあ、100均とかでも今売ってるかな、そういうのでもいいんで入れてもらったりして調整してもするのもおすすめかなと思います、はい、ですね、中敷きなしでもまあいけるけど、うん、あった方がまあ長持ちはしますよね、うん、あとあれだ、余談です、お、あのね、今回ね、なんで長靴出したのかと聞いてみました。レミロカの長靴、うん、初ですよ ね、 ね、あの金子さんに聞いてみました。お、金子さんに聞いたところ、はい、うちの鈴木が海釣りを始めたみたいです。何ですってちょっと一緒に行きたいな何つってんだろう、ちょっと行ってみようかな、ね、うん、ちょいちょいね、釣りをね、してるみたいで、海でね、マジでそれに履くんじゃないかな、うん、俺も釣りで使おう、うん、2個買おうかな、マジで、いや、ほんといいと思う、そういう経緯ですか、うん、そうみたい、おフィールドでね、かなり使ってもらえれば、はい、あとお客さんで亀井さんとかは、はい、あのフェス、あ、フェス、あ、うん、便利だね、フェスこれ行きたいわ、うん、って予約してくれたかな、はいはいはい、うん、で用途として結構いろいろね、うん、使えますね、うん、庭先でこれみたいに園芸してもいいし、家もいいし、土壌取ってもいいし、うん、海釣りでもいいし、はい、意外とないよね、男の人の、うん、うん、ってね、うん、なんか野鳥の会のちょっとそうだね、うんうん、スマートすぎちゃうか、うん、もうちょっとザ長靴って感じでいきたい、うん、シルエットね、うんうん、まあ、いろいろ使ってもらいたいですね。ワーク
級なんだけど上品さもありつつ、うん、コードがいいですね。またコードロゴ、あロゴがこれ映えるよね。あすごい映える、良い、素敵です。これ俺この短パンに長靴好き、もの好きで結構好きだこの少年感、少年感がね、これ結構好きなんで、これでもうあの水溜りに突っ込んでほしい、バシャバシャバシャやってたねそういう感じですね。はい、いっぱい使って味を出してください。はい、はい、いつもコメントとかグッドボタンありがとうございます。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録もお願いします。お願いします。また見てください。お願いします。